Maika ike loa aka ipo. Hana mau ole ike puwai. Hou hou li ili I ike poli. No velo ike pili au au.今日はキャベのキルトツアーようこそいらっしゃいました。主催の岡田より一言ご挨拶いただいてキルトツアーになりたいと思います。皆さんおはようございます。あ、もうこんにちはですね川ひなに20周年記念のキルトショーにご来場くださり誠にありがとうございます。生徒の皆さんみんなで心を込めて作りました。ゆっくりご覧になってください。そして今回は皆さんご存知だと思いますが、マウイ島で火災がありました。それで、急遽私たちもマウイ島に対して何かできないかという気持ちで、マウイ島に関わるキルトをそれのブースに集めてみました。ここで本当募金活動したかったんですけれども、公共施設っていうことで、それはできませんので、もし皆さん個人個人でできることがありましたらよろしくお願いします。またお教室の生徒さんに関しましては、私たち何かインストラクターで考えまして後日皆さんにお知らせしようと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ではマウイ島、本当に今ラハイナ焼けてしまって、ラハイナだけでなく騎兵も原因はわからないけど火事があったそうです。それにクラもあったみたいですね。それでいろんなところのも見てきた思い出の植物を集めたり、そのイメージを、ここに展示してみました。やっぱりマウイ島って言いますと島のお花はロケラにバラになりますね。バラで、それで色はピンクになります。そしてピンクとシャドウとも言われています。ですので意外とマウイ島というかロケラに作るときはピンクとかグレーとかピンク茶色とかそういった組み合わせを使う方も多いと思います。で、こちらにはやはりロケラニを集めてみました。ちょっといつもだったらロケラニだけをこう集中することはないんですけれども、マウイっていうことでマウイ島の出身のカーフマヌ王妃の紋章になります。カーフマヌはカメハメハイ姿勢の王妃で、一番寵愛された王妃様になります。私はカーフマヌとハラのレイを、一緒にしてちょっとデザインしてみました。それでこちらは生徒さんが作りましたマウイ島のアイランドレイ、ロケラニとピンクのレイになります。それでパイナップル畑もマウイ島にはたくさんあります。そして港もラハイナにありますよね。そんなイメージでこちらに展示してみました。さあ、そしたら向こう側に行きますからそっちに回ってみてください。お嬢さんの名前はマウイちゃん。だからマウイ島が中心にあってロケラニで囲ってラハイナのクジラが のフエールウォッチングができたりヤシの木があったりっていうイメージでデザインさせていただきました。で、実はマウイちゃんのお姉さんはラナイちゃんラナイ島にちなんだキルトも以前作られて前回のキルト展に出されてますっていう作品です。そうしましてこちらはインストラクターの足立さんが作ったものです。マイレだけでベッドカバーを作られました。キルトラインもマイレです。なんかとっても新鮮な植物で、本当は男性しか取りに行ってはいけないようなものだったマイレをなんか素敵にキルティングされて綺麗ですよね。色もとってもいいですね。そしてそちらはルベニア、私どうしても昨日から言ってるんですけど、フワハラっていう曲のイメージになんか一番近いんじゃないかと思ってマウイ島のイメージでここに飾らせていただきました。フ
ガマナっていう曲ご存知だったら、私のお家はとっても綺麗なところなので、みんな来てねっていうようなね、なんですよね、ヤシの毛が揺れてそういうあのお家から花がいっぱい見えてみたいな、そのイメージでプルメリアを飾りました。そしてこちらは私が作りましたシルバーソード、以前10年近く前にもちろんインストラクターになってきた晴れやかな、早朝の晴れやかな曲だったんですけど、そこで見たシルバーソードをイメージしてデザインしてヒレを選んで作りました。だんだん年を取ってしまって、すぐにはできず3年がかりで作ったものでした。本当だったらもっと早くできるんじゃないかと思ったんですけど、随分時間がかかりましたというものです。はい、そしてこれは黄色ですけど、これも、まあ、ロケラに入って大きな目とかバーナーの形に飾らせていただきました。綺麗ですね、ロケラに。そしてやっぱり海のイメージもありますし、やっぱりプアマナのイメージで、プルメリア、窓からちょうどお花がプルメリアが見えてますみたいな歌にあったあのイメージの、ちょうどキルトだなと思って飾りました。そして、他にもいろんなところがありますよね。私はプロテアをプラで見たんですけれども、プラのプロテアをイメージして作ったキスさんのラインアートのです。それで天地神社もありますね。そしてちょっと振り返っていただくと、あそこの真ん中のこちらになりますが、シルバーソードクラのクラロッジにありますに、エンジェルストランペットも見ることができるんですね。今回午前中のヒロトツアーはおしまいになります。ありがとうございました。今日午後から2時よりまたヒロトツアーがございますので、ランチなどしてまた今日の午後もいらしてくださったら嬉しいです。明日も同じ時間に開催いたしますので、よろしくお願いいたします。2時は C のところから始めます。なので C にお集まりください。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。